これね、1個だけね、はい、この回線遅延のやつ、うん、ちょっとね、情報システム部とサーバー班かわいそうだったんで、ちょっとだけ補足、あ、別に画面切り替えなくていいんだけど、切り替えなくていいんだけど、あの、パッチ 6.1 の、はい、あの、このお知らせを出したら、うん、すげえたくさん皆さんでデータくださったんですよ。はい、くださったんで、サーバーチームと、うちのあの、情報システム部のインフラエンジニアたちが、各 ISP に連絡をね、すごい取ったんですよ。データいただいたんで。で、メンテナンス中に、すごい勢いで各 ISP さん調整してくれたんで、うん、パッチ 6.1 が当たった時にすげえ改善されてたんですよ。はい、でもそしたらなんかやっぱパッチのせいじゃんってすげえ言われてあれはちょっとねかわいそうだったんで、あのちゃんとね、あの皆さんにデータをいただけたから迅速に動けて、できるだけメンテナンス中にその改善していこうって、はい、いう感じだったんで、あの、なんだよ、パッチ当たった、治ったじゃん、吉田の嘘つきって書かれてたんで、あの、違うんです。うん。そうなんです。あの、頑張ってるんで、ぜひね、ポジティブに受け取っていただけると嬉しいです。で、結構まだ、今、国内の大手さんであるんですけど、うん、ちょっとそこは、データ、いろいろお話して改善したところもあるけど、うん、もうなんか、ちょっとどうやら、1個改善させたらどっか悪くなってみたいな感じで、はい、僕も食らってるんであれなんですけど、思うところはあるんですけど、はい、ちょっとあの引き続きこれ、うん、逆にデータいただけるとどれだけこうなんだろう、我々とその ISP さんで連携してあの環境を変えていけるかっていうことの、あの証明でもあると思うんで、はい、ぜひ引き続きですね、あのこの時間帯にこんなロスが出るんだ、改めてあのトレースルートの仕方とかそのトピックスに書いてあります、はい、ぜひ情報をお寄せいただけると、はい、助かります。オーティン以外の生活にも多分ちょっと役立つかもしれない、うん、トレースルートとかの仕組みを知っておくことは大事です、はい、ぜひともご覧いただければと思います、はい、はい、ということで、本日のお知らせはここまで、はい、いやでも今コメントにあったんですけど、うん、あのあ本当に ISP に問い合わせてくれたんだねみたいな、いやそれはそうですよ、そのためにトピックス出してるので、で特にやっぱりあのスクウェアエニックスって11の頃からやっぱり、うん、その大規模なこう、うん、インターネット回線を使ったゲームっていうのの運営を長くやってきている分だけ、本当にいろんな ISP さんとずっと長くその、うん、コミュニケーションを取らせていただいているので、やっぱりこうでそのやり取りのスピードが速いとか、やっぱり今、うん、ポーティン非常にねたくさんの方にプレイしていただいているので、データをたくさん集めていただけると向こうもなかなか調査が効かない部分っていうのが、皆さんからいただけたデータで、うん、ああなるほどここに問題があるのか、じゃあこうつなぎ変えたらこうルート変わるから流れるようになるよね、はい、みたいな感じで調整していただけるので、うん、皆さんからのデータってものすごい貴重なので、ぜひ引き続きいただければ、あのそうなんです、はい、環境の改善に僕らも協力していこうと思います。はい、あのごめんなさい、ちょっと雑談していいですか、うんうん、あの関連、今のお話に関連して、うん、あの私の部門で新卒の方が入ってきたら毎年研修に来られるんです、うんうんうん、カスタマーサポートやってるんで、うん、研修があって、うん、そこでちょうど6月1ヶ月研修された方がちょうど終わって、うん、で最後1ヶ月どうでしたみたいな話をする機会があって、その時に言われたんですけど、はい、言われてはって思ったんですけど、うん、あの何をやってるかっていうと、カスタマーサポートにご連絡いただいた様々なお客様からのフィードバックを、はい、うん、取りまとめて、いろんなプロジェクトに連絡をするっていう ここの部分の研修をされてた方がいて、うんうんうん、でやった結果私驚いたことがありますと言っていて、うんうん、何って聞いたら、あの意見って本当に届くんですねっていう、その受け取ったままでどうせ届いてないんやろとプレイヤーあのユーザー時代は思ってたんだけど、うん、いざ研修に来てみたら、ちゃんと全部全件私ちゃんと精査して渡すんだねって、そうですいうことをに一番驚きましたって言われたんで、そうです、あそっか、ちゃんとアピールしていかなきゃなって最近ちょっと思ったことがございましたね、はい、ちゃんと僕のところにちゃんとやってきますんで、そうですよ、はい、のであのいいことの通報もそうですし、はい、お問い合わせもそうですし、悪い通報のこんな人がもうこうなって累積でこうなんですけど、はい、みたいなのも全部来ますんで、はいはい、ちゃんと一件一件名通します、はい、ということで、まあぜひね有益な情報を送りいただければ、よろしく、あのプレイヤーの皆さんのご自身の環境をねさらに快適にする協力を我々もぜひしていきますので、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、うん、